本日は、電子顕微鏡の基礎と原理の、先ほど高島がセムについて話したんですけれども、私、テム透過電子顕微鏡というテーマで、話をさせていただきます。まずですね、我々の、肉眼でもの、我々肉眼でものを見てるんですけれども、肉眼の、分解能というのはどれぐらいなのかというのをちょっと図を持ってきたんですけれども、大体、150から300ミクロンのものと言われております。もちろん人の体全体は見えますし、いろいろな、オルガンですねも見えると。それよりももっと小さくなっていって、例えば、カエルの卵であったり数ミリのものであったりも見える。で、実際ギリギリのところがどうなのかと言いますと、例えばゾウリムシであったり我々の髪の毛の直径ぐらいが人間の肉眼の、分解能であると言われております。そこでですね、世の中にはもっと小さいものが山ほどあるんですけれども、そういったものを見るために、顕微鏡というものが開発されてきました。まずは光学顕微鏡ですね。これです と、分解能が通常の光学顕微鏡ですと、200ナノメートルそこそこと言われております。その分解能に当てはまってくるのが、細胞であったり大きめの、オルガネラ、細胞内小器官ですね、ミトコンドリアであったり核であったりなどが、きれいに見えてくると。で、それよりももっと小さなものっていう見るためにあるのが、電子顕微鏡、透過電子顕微鏡となります。透過電子顕微鏡で見えるものといいますと、例えば、ウイルスですね、数百ナノメートルの、大きさを持ったウイルスであったり、もっと、小さくなりますと、タンパク質そのものですねであったり、でもっと小さくなりますと例えば DNA であったり、で現状、テム、の、分解能の限界のところに、原子分解能のテムなんか、ステムなんかもあります。で、実際に生物系資料のテム観察ということなんですけれども、例えばここにいろいろな生物系資料を出してるんですけれども、例えば動物の組織、植物の組織を樹脂泡米にして切片を切ったものですね。あとはこれはカビですね。カビの胞子から菌糸を伸ばして植物の細胞にくっついて栄養を取ろうとしているところ。で、こちらはバクテリアですね。バクテリアを支持膜の上に置いて周りに染色剤をかけて見ているもので、こちらは T4 ファージと呼ばれるバクテリアに感染するウイルスですね。大腸菌の周りにウイルスのパーティクルがくっついているものを同じような視力作成法で見ている。もう少し小さい、こちらエクソソームと呼ばれる、がんの転移なんかに関わるの情報伝達なんかに関わると言われている、脂質で作られた、ボールのような構造ですね。このボールの中に RNA やタンパク質があるもので、もう少し小さいこちらフェリチンと呼ばれる、我々の体の中の鉄の貯蔵に関わっている鉄をも、ある程度の大きさで、貯蔵するタンパク質ですねを、例えば氷の中に埋めて見ているというような、画像になります。こういった生物、さまざまな生物系資料をテムでどうやって観察するかというのを今日はお話ししたいと思います。アウトラインとしましては、まずテムの装置そのものの基礎、続いて、生物系資料の資料作成法についてお話をします。まずテムの基礎です。先ほど高島が出していた図とほとんど同じなんですけれども、電子を照射して資料と何か相互作用が起こります。で、その相互作用でさまざまな、電子であったり、可視光であったりが出てくるんですけれども、特に、透過電子顕微鏡では、透過電子もしくは散乱電子、下に出てくるものですね、を主に使って観察を行います。で、テムの、基本的な構造といいますか、形というのは、いわゆる通常の光学顕微鏡をひっくり返したものと、とても似ております。透過電子顕微鏡の、ちょうど、上の部分から光源となる電子銃、光学顕微鏡で言いますと、光、可視光を出す、ものですね。で、その下に、照射系ですね、同じコンデンサーレンズと呼ばれるものがあって、その下に資料ステージ、資料、があります。ここに資料を入れます。
でその下で結造形のレンズ、対物レンズに代表される結合造形のレンズで像を結び、ある部分において肉眼で観察を行う。その、下、光学顕微鏡で言いますと上に、記録媒体がある。昔はフィルムが主流だったんですけど、今 CCD に代表される、まあ、カメラがついております。でテムでの特徴といいますと、加速電圧が違うテムが様々あるというのは、皆さんご存知かと思いますけれども、この加速電圧が違うと、何が違うか、一番大きな違いはサイズが違ってきます。例えば生物系で一番、多く用いられている 100kV 系の1400プラスという装置ですと、我々よりも少し高い2メートルそこそこといった、高さになります。200kV 系ですと3メートル弱ぐらい、300kV 系ですと4メートルに手が届きそうな高さ、超高圧電子顕微鏡 1000kV 程度の加速電圧をかけれる電子顕微鏡になると、もう2回ぶち抜き8メートル前後の高さになります。なぜこのような違い、高さの違い、サイズの違いが出るのかといいますと、加速電子を加速するために用いられる加速管と呼ばれる、構造の数の違いによってこの高さのサイズの違いが出てきます。例えばこちらの1400プラスですと、加速管というものは、1段あります。1段で 120kV まで加速する、電子を加速することができます。 200kV になりますと6段で、超高圧になりますと、35本もの加速管が用いられております。プラスここに、HT タンク、高電圧タンクも鏡頭上部につけられているので、このように大変大きな、鏡頭サイズ、テムになっております。ではこの加速電圧が違うと何が実際変わってくるのかといいますと、電子のエネルギーが違いますので、資料のに対する透過する能力ですねが変わってきます。加速電圧が低いともちろん透過のは低い、高いと高い、つまり、資料の厚みが、厚いものでも加速電圧が高くなると透過させることができるようになります。その分散乱も出て、散乱してしまう電子も増えてきますので、超高圧ですとどうしてもコントラストが低くなり、加速電圧が低いと、高いコントラストでの観察ができます。逆に、電子の波長が、加速電圧が高くなりますと短くなるので分解能は高く、加速電圧が低くなると分解能は低くなってきます。このような違いが電子顕微鏡の加速電圧の違いによって出てきます。あともう一つ、例えば、光学顕微鏡と似た構造を持ってるんですけれども、一番大きな違いというのは、ガラスのレンズが使えない電子レンズを使うということになります。電子を収束するには、まずソレノイドコイルをこちら中に持つ、電子レンズを使います。ソレノイドコイルむき出しですと、全方向に強い、磁場が、存在、出てきますので、電子線に対して例えばレンズ的な効果を持つことはできません。ですので鉄などの、強磁性材料で、コイルを包み、プラスこちらにポールピースと呼ばれる軟磁性材料でを、つけた構造を電子レンズは持ちます。その部分を拡大したのですが、こちらの、ポールピースの上極と下極部分にだけこのように強い磁束を、作り出すことができます。ここに電子線が侵入していくと、このように電子線を収束することができるので、いわゆる凸レンズの作用を持たせることができます。またこのソレノイドコイルへの電流を変えますと、発生する磁場の強さが変わりますので、焦点距離などのレンズ作用の調整も行うことができます。なので、光学顕微鏡のように対物レンズを一個一個変えたりする必要がなく、一つの電子レンズで倍率であったり焦点距離を変えるということができます。
さて、この電子レンズが、いわゆる電子顕微鏡の主なレンズにおいてどのような作用をしているかということですが、まずコンデンサーレンズですね。ここで、発生させる磁場の強さ、流す電流を変えますと焦点距離が変わります。ですので、視量面における、ビームの径位や明るさが変わってきます。でこちらを調整させるためにテムについているブライトネスという、ノブを回していただくとコンデンサーレンズに流れる電流が変わり、視量に当てる、ビーム径位であったり明るさが変わるということになります。またもう一つ大事なレンズ、対物レンズにおいて何が変わるかといいますと、流す電流を変えると焦点距離が変わりますので視量のに対する、焦点を合わせることができる。例えば、このようにレイジ電流を、強くするとレンズの焦点距離が短くなるので増面が上に来る。つまりこれは過焦点、オーバーフォーカスと呼ばれる、状態になります。またレイジ電流を弱くすると不足焦点、アンダーフォーカスと呼ばれる、状態になります。このレイジ電流は、テムについているフォーカスノブというボタンにおいて、ノブにおいて調節していただくことができます。またですね、最後にテムの構造で、最近重要なのはカメラですね。カメラについて少しお話をします。弊社では、2種類の自社製のカメラを、開発販売しております。一つは800万画素の高、精細のカメラです。これを用いることで、約 3300×2500 ピクセルという大変高視野の観察をすることができます。またボトム下につけておりますので、サイド横増刊室の横につけているカメラよりは歪みが少なくかつ広い視野を観察することができます。もう一つは瞬きカメラというもので、こちらは CCD ではなく CMOS 素子を用いたカメラとなっております。2000×2000 ピクセルとこちらよりは狭い視野観察になるんですけれども、それに対してこちらによりはノイズが少ない高感度カメラとしての特徴を持っております。またですね、30フレームパーセカンドという高フレームレートで観察することもできるので、例えば、低い、照射条件で観察をしなければいけない、資料においても ある程度、コントラストの高い像を得ることができます。またこのカメラなり、テムのオペレーションソフトを、フルでインテグレートしていますので、さまざまな機能をカメラに持たせることができます。例えば短い露光時間でいくつも写真を撮って、それぞれの、画像の、相関を撮って重ね合わせることで、ドリフトをしている資料においてもドリフトがほぼないような画像を撮ることができます。それをオフにしていますとこのように流れたような像になっているのですが、ドリフト補正をオンにすることでそれがこうピタッと止まったような画像に、を取得することができます。また、オートフォーカスも、行うことができます。また撮った画像においてさまざまな測調を行うことができます。ラインプロファイルであったり単純に長さを測ったりというようなことができます。またこのようにサムネイルで画像を管理していますので、いちいちこの撮った画像をセーブしたり、する、手間が、なくなりました。また、モンタージュ、いくつかの画像をこう横にこう重ね、つなげていって高画素の、写真画像を撮ることもできます。こちら同じ視野を1枚絵で撮ったものと、モンタージュで撮ったものになります。パッと見は同じように見えるんですけれども、細かい部分をこう拡大引き伸ばしていくとどうしても、ピクセルが、1枚絵ですと目立ってくるんですけれども、モンタージュ画像ですとこのように、綺麗なままで観察することができます。通常の、デフォルトの、こちらのオペレーションですと、約60メガピクセルの、画像を取得することができます。でこちらちょっと急遽入れたので資料にはちょっと入ってない1枚の、スライドになるんですけれども、
オートモンタージュでリミットレスパノラマという機能を最近つけました。こちらは通常の、例えば約60メガピクセルの、画像を変光系ビームをこう振って撮った後にステージ自体を動かして少しマージンを多く取ることでこう綺麗につなげて、それを何度も繰り返していくことで、より高画素の、画像を取得することができます。現在例えば一晩ぐらいテムを走らせて、1万枚弱ぐらいの画像を重ね合わせることもできています。もっと走らせればもっとできるようにはなっていくと思います。もう一つですね、テムのフルインテグレートされていることでステージナビゲーション機能というものを持たせれます。一つは超低倍機能、最低倍率10倍ですのでテムのグリッドの視野全体を見ることができる。もう一つはポイント&シュート、撮った画像のヘッダーにテムのステージ情報を持たしているのでそこにクリックしていただくと好きな場所にテムのステージが自動で動いて観察をすることができると。この機能を応用して、他の顕微鏡で撮った画像との相関を取ることが、サポートできます。例えばテムで出演視野の画像を撮ってピクチャーオーバーレイというもう一つソフトを使いますと蛍光顕微鏡で撮った画像とこちらのテム画像を重ね合わせをすることができます。任意の2点を指定することで、XY の移動、回転、拡大、縮小を自動で行って重ね合わせを行います。例えばグリッドのヘリであるとか、切片のヘリといった特徴的な部分をこうクリックしていただくと重ね合わせます。またこちらの、蛍光顕微鏡で、興味のある部分をクリックしていただくとそちらにテムのステージが自動で動きます。で拡大していくとより、高分解能での観察ができます。例えば光っていた部分を拡大するとこちら植物組織なんですけれどもこのように細胞壁が飛行していたというようなことが分かります。